これが新商品で扱ってるんですけど、はい、まあ、今回この動画見ていただいて、もしこれが興味あるって方は、これ20円なんですけど、何本でしょう15円。もう上げちゃいましょうか。あかん。16円。サンダ日和の山美です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっと普段あんまりないパターンの動画になるかと思うんですけれども、サンダのちょっといろんなところに訪問しに行ってきたいと思っております。はい、というのもですね、映りますか、ね、はい、映ります。これ何でしょうか。何でしょう、わかりますか。答えが出ないんで言いますけど、このね、サンダ日和動画部のフライヤーチラシです。はい、これをいろんなところにね、配りに行くという布教活動の旅でございます。はい、これトッキーが作ってくれたよね。そうです。うん、デザインバイトッキーです。はい。はい、で僕は印刷しただけです。印刷業者に送っただけですけど、これをね、私の個人の Facebook アカウントでちょっと置かしてくれないですか、どっかの店さんっていう風にちょっと声かけさせてもらったんですけど、割と来まして、予想以上に25件ぐらい。マジっすか。うん、びっくりして、で今日一日でね、それ絶対回りきれないんで、第1弾としてちょっとお昼、今午前中なんですけど、お昼にちょっと配りに行けそうなところを中心にいろんなところに行くので、いろんな人も出てくると思います。ドタバタな感じをお楽しみいただければと思っておりますので、はい、ご期待ください。では早速もう1軒目の俺らの約束のお時間がちょっと間に合いそうにないので、急いで行っていきたいと思います。では行きましょうか。はい、はい、1軒目なんですけど、はいはい、前にプチグランピングを、うんうん、直近ですね、やった、そうそうそう、カネアンさん、はいはいはい、カネアンさんに行こうと思います。おー、はい、一発目から。なんで一発目やねんって思ってる。そうですね、まあ行ったとこやんけって思ってる。遡っていく感じですか、もしかして。そういうことじゃないんやけど、はい、さっき言った僕の個人の Facebook で置かせてもらえないですかって声かけをして、はい、で、うちもどうぞってこう返事をいただいた順。おー、なるほどね。なので金谷さんの金田社長さんが一番最初に打ち置いてくださいってこう言ってくれたんで、へー、ありがたい。はい、ありがとうございます。一発目ちょっと行ってこようと思います。前はね、グランピングの場所やったけど、うん、今日はそのまた別のとこに事務所があるんで。 あ、そうなんですね、うん、まあ近いねんけどね、ちょっと手前側かな。あ、そうなんだ、ね、うん、はい、行くぞ。行くぞ。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、お世話になっております。お世話になります。はい。社長さん。社長、はい、あれ？ちょっと待ってください。連絡先ばいらんね。本当ですか。なんか僕来るとかなんか言ってました。LINE 来てました。はい、あ、来てました。はい、来てました。撮ってます？撮ってます。撮ってます。はい。社長いないんです。どうしましょう。あ、いや、もう大丈夫です。大丈夫です、はい、すいません。いえいえ、はい、今日ですね、はいはい、この僕動画を今こうやって やってるんですけど、いつも、はいはい、それのこの宣伝のチラシをちょっと作りまして、はい、で、社長に、あ、うち置いていいよって言ってくれたんで、はい、今日お持ちします。あ、はい、ありがとうございます。すいません。この様子を、まあ、動画撮って、はい、ちょっと金谷さんの宣伝も、はい、そうなんですか。もらったらなんか、ありがとうございます。はい、はい、すいません。じゃあこれいいですか。あ、全然いいです、はい。頂戴します。ありがとうございます。こちら事務所になってるんですけれども、サンプルですとか、まあ素材のサンプルですよね。砂利ですとか石とかレンガですとか、フェンス。フェンスはめちゃくちゃたくさんこうサンプルがちょっと置いてあって、
こういうお庭の要は相談そうですね、はい、させていただきます。うちこんな庭作りたいんだけど、どんなのがいいですか、どんなのがいいですか、はい、やっぱ多いの雑草対策したいですとか、ガーデンルームつけたい、カーポートつけたいとか何でもなんですけど、うん、お家の周りのことであれば何でも言っていただいたら、はい、そんな感じですかね、はい、そうですね。 あとはその前回の動画を見てください。そうですね、あのプチグランピングしたあの場所がまさに金谷さんが手掛けたお庭になってるので、はい、めちゃくちゃいい感じでしたね。本当ですか、はい、むさ苦しくなかった全然なかった。朝のあのコーヒーがあんな爽やかだったっていうぐらい爽やかでした。ですか、はい、本当になんかもう半分こんな寝ぼけた感じでなんかやってましたけど、はい、さすがやなと思って、はい、もう全部それは彼の腕です。 あんな感じになるんですか、あんな感じになるかな。私もキラキラしますね。キラキラさせていただきます。こんにちは。こんにちは。サンダミオリさんウェルカムボード書いたのうちの山本なんです。 ありがとうございます。素晴らしかったです。いえ、ありがとうございま す, いま す, う, いますうちの会社の画伯庭ライクフェスタウェブ開催というのを11月1日から30日こちらの方でさせていただきます。カネアのホームページの方から飛んでいただいたらいろんな出店店舗さんの様子ですとか、商品の案内させていただいたり、そして各メーカーのエクステリアの紹介なんかもちょっとさせていただこうと思ってます。1ヶ月間皆さん来ていただいてご自由に見ていただけますので、ぜひはい、お越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。急な、急なめっちゃ急ですめっちゃびっくりです。これ以上ない急な、ほんまですよね、これちょっとこれ罰ゲームですかせめてちょっと、ね、本当社長も言っとってほしいですよね。社長、本当にも社長、本当にちょっと言っとってくださいよこの、大集会場、女性合唱団ステラさんの、方々にこいつをお配りしていきたいと思います。練習中にお邪魔してよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私どもサンダリオリ動画部といいまして、サンダの情報をいろいろ動画の YouTube で発信してるんですけれども、知ってるって方いらっしゃる。あ、3人ありがとうございます。1割にも満たない認知度女性合唱団ステラさんは、はい、三田に近隣にお住まいの方みたいな感じですか。そうですね、三田近隣の方がまあ主ですけれども、はい、笹山とかからも来られてますし、はい、神戸市の方も多いです、うん、はい、今何名ぐらいいらっしゃるんですか。35か6かなぐらい。そうですか。今日は何名、ね、昼の部と夜の部があるので、はいはい、今日は昼の部の人数で練習してます。あ、で夜はまた夜だけ来られる方もいらっしゃって、はい、だからお仕事してて、うん、昼は歌えないわっていう人とか、はい、夜はちょっともうなんかね家族の食事があるので出れないわっていう人も、うん、昼だけとか夜だけっていうこともできるようになってます。練習時間、練習って普段どれくらいされてますか。金曜日の午前中と、はい、それから月2回水曜日の夜に練習してます、はい、でそれとまた別に混声の部っていうのを作ってて、はい、それが月1回水曜日の夜に。混声っていうのは男女の、そうですね、だから男の人はまあいないので、はい、募集して外部の方に来ていただいて、はい、で女性もこの中の有志でやっていただきます。
今ってだその募集とかされてないですか？してます。いつでも団員募集してますので。買い取った。はい。はい、団員さん募集中ということと、あとこちらをちょっと。はい、はい、第8回定期演奏会で来年の4月11日に、することになりました。いつもはあの小ホールでやってるんですけれども、はい、今回は舞台上の密を避けるために大ホールで。ああ、なるほど。はい。ステラさん、どんな方々が多いですか？まあ、見ていたって、はい、お分かりの通りですね、はい、変わった人が多いですね。一番変わった人はこの人。はい、すいません。いきなり撮っておりますね。いや、カメラ初めてですか。素人感もあるこれでも YouTube されてるこれだから平瀬楽器のトモキンさんじゃなくて平瀬さんっていう方ですかね。はい、私でもいい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これあのどっか置いててもらっていいですか？この辺でいい。あ、いいですね。ちょうどみんなに流れて。安楽器さんも YouTube チャンネルがあって、はい、1300、もうちょっと利用率です。1400ぐらいあのチャンネル登録者数がいらっしゃるので、はい、もういいですかね。何が？どちらか。いや、してよ。してよ。平瀬楽器は基本的にあの音楽教室やってるところです、うん、メインは音楽教室で、まあ、楽器も売ってるけど、まあ、ほとんど音楽教室かな。で、このコロナ以降、さっき言ってた自由空間にてのコンサートがちょっとできなくなっちゃいまして、はいはい、今あのライブ配信のコンサートっていうのに結構力入れてやっています、うん、番組的な感じでこう毎月の、コンサートっていうのもやっていく予定にしてるんで、またよかったら見ててください。チャンネル登録お願いします。新商品で、おしぼりを使い捨ておしぼりを売ることになりました、はい、なんかいわゆるおしぼりと違うところあるんですか？はい、これね、あのピアノの鍵盤ってあのアルコールを使うと割れちゃうんですよ。はいはいはい、うん、でなんかこう綺麗に除菌とかする方法ないかなと思って、うん、ご飯屋さんで見つけたのがこれで、はいはい、これはあの抗菌おしぼりって言って、今までの布だとこう拭いてそこにウイルスつくでしょ、うん、次拭くとまたそこにつくんですよ、うんうんうん、でもこれはウイルスをコーティングしちゃって、いっぺん拭いたらもう次ここについててもつかない、もうここにとどまるわけですね。そう、あで結構優れもので、で1本20円やから使い捨て高いんやけども、はいはいはい、あのジップロックに入れて使うと、まあ1日ぐらいは全然持つんで、でこれ、5本セットとこのジップロック付きのやつ120円を100円だそうです。120円、100円、はい、まあお試しセットみたいなもんだから、はい、けどまあそっから言ったらね、もっと引きますよね。ならへん、ならへん。はい、ありがとうございます。はい、はい、ぜひお越しください。平瀬楽器お越しください。お願いします。ありがとうございました。ちょっと休憩でランチにやってきたんですけど、あのフリーリーさんっていうねカフェに来ました。でこれフリーリーランチ注文してます。美味しそうでしょ？めっちゃ美味しそう、うん、今からいただこうと思うんですけど、あのこちらのフリーリーさんにもチラシをフライヤーを置いていただくことになりました。急遽ねちょっとお願いしたんですけど、さっきで、あのあとね、そのこの動画を見てくれた方に通常このランチメニューを注文したときに、あのドリンク半額であの提供してくれてるんですけれども、そのドリンクをなんと無料で、ランチを頼めばドリンク無料になるっていうサービスをつけていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なので皆さんよろしかったらランチ食べに来てください。はい、いただきましょうかね。いただきます。 YouTuber、はい、YouTuber のやつ。はい、わかります。もういただきます。
美味しい。美味しい。わ、このローストビーフにかかってる。あ、オリジナルのおろしドレッシング。あ、いいですね。めっちゃ美味しいです。うん。さっぱりしてて。美味しい。うん。食べよう。食べましょう。はい、何軒目やったっけ、5軒目の、小西新旧整骨院さんです。ちょっとこちらにもあのお渡ししていこうと思います。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、これがあの例の我々動画部のフライヤーになってますので。そうなんですね。はい、はい、ぜひぜひ置いていただけると。ありがとうございます。どういう症状の方が来られたり。そうですね、やっぱり接骨院ってちょっとどういう人が来るかって分かりにくいと思うんですけど、やっぱりその腰が痛いとか、はい、膝が痛いとか、肩が痛いっていう人も来られますし、はい、またあの美容関係の美容針っていうのもしてますんで、美容針そちらの方もさせてもらったりとか、骨盤の矯正であるとかっていうのもさせてもらっています。あ、まあ、あの体の不調があれば来てもらえれば何か相談に乗れるかなっていう感じはしています。なるほどですね、はい。今ちょっと美容針って気になったんですけど、針を体に、あ、あの顔に打つ、こんな感じですねっていうのをさせてもらってて。ああ、なるほど。すごい。こういうのをさせてもらってますんで、あの、あとですね、はい、もし可能であれば、はい、ちょっとこの動画を見た人に何かちょっとサービスみたいな、まあ、保険治療の方っていうのはちょっとサービスっていうのはできないんですけど、はいはい、あの自費治療っていうのが他ありますので、何かこれ見たって言われた方であれば、例えば針をちょっとお値段下げてっていうのはできますので、なるほど、ぜひその辺をお伝えいただければ。わかりました。まさにさっきの美容針とか、そうですね、はい、っていうのはさせてもらいますんで、美容針安くなりますんでぜひ利用してください。肩が結構、はいはいはい、じゃあちょっとそうましょうか、はい、まさかの展開例えばこう触っていって、こう硬いとこあってってなったら、ここに針を入れて、今入ってます。入ってるんですか、これ。入ってます。え、でこうずっと入れていったら、ずーんずーん怖い怖い怖い不思議な感覚がなんかこう、そんな今、はい、入ってるんですよ。入ってるって全然わからない。で、うん、なんと、あ、ちょっとあったかい感じ。あったかいんや。ズーンってする感じが、ああ、これですね。この感覚が、ああ、針のなんかじわりきますね。じわじわじわ。え、痛くないんですか。痛くはない。へえ、そうなんや。なんかで、これは好き嫌いあります。へえ。その人によってはこういう感覚はあんま好きじゃない人もいてはるんで。なんかじわっと、なんか不思議。あったかいような。こういうので。ああ、そっちきますね。ズーンってこっちズーンってきました。入ってる。でも入ってるって言ってもほんまに。ここなん数ミリですね。何だろう。まだなんかあるような気が感じしますね。だから今、うわ、肩動かしてもらったら、ああ、なんか違います。なんかこう、なんかよく動くような気がする。140キロぐらいの球掘れます今やったら。今やったら無理かな。はい、6軒目やね。6軒目の。ファミリーバル玉ねぎ頭さんです。お休み時間にすいません、ちょっと持ってきました。例の、はい、例の靴をこれね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。いきます。何かこうお店の、あ、いいですか、宣伝的なこと、いいですか、はい、いいですかいっぱいありますよ待ってましたまずおせちやってます。おせちが今年もやります。もうこれ予約始まってるんですか。予約始まってます。ボリューム満点、いっぱいいっぱい入ってます。このおせちが、ここの玉ねぎ頭さんと、あとお隣に猿一匹さんっていう、うんうん、海鮮居酒屋さんね、そうですね、があるんですけど、その2軒のコラボおせちですよね。そうですね、はい、三大一のおせちらしいです、はい、自称ですからの、あ声出てるよこれヘレンさんのテイクアウト本、
あ、思ったよりちっちゃいんですね。へぇ、ね、なんかめちゃくちゃお得やん。めっちゃお得です。もう2軒回れば絶対元取れるっていう。へぇ、ぜひぜひ。あ、これ乗ってますね、玉ねぎ。そうですね、これうちです、はい、あ、うち以外もいっぱいあります。宴会始まってます。宴会メニュー、新しくメニューも変わってるんで、はい、12月、11月と何かしら。あんまりね、この時期なんで集まってくださいとは言えないですけども。そうですね、コロナ対策きっちりしながらお待ちしてます、はいはい、お弁当も随時テイクアウト受け付けてます、はい、まあ、こんな感じです。普通にお店のメニューは大体テイクアウトできます。うーん、すごい、はい、お家で楽しんでください。結構多いですか、テイクアウト。テイクアウト今は結構多いです。1日に30個は。うわ、すごいです。はいはいはい、お家でも美味しくいただけるように頑張ってます。いや、これほんま美味しいんでね、おすすめです、はい、僕個人的にも。はい、そうそう、あのこのね動画を見てくださった方に、はい、何かこうちょっとサービスみたいなもしやっていただけそうで、お願いしたいなと思うんですけど。お昼やったらじゃあドリンクバーつけましょうか。おお、すごいすごい。もう見ましたよって言ったら、はい、じゃあドリンクバー、ドリンクバーつけます。夜来てくれたら、はい、まあ何でもいいです、好きなドリンク、はいはい、じゃあ夜は出します。あ、ワンドリンクつけます。ありがとうございます。ありがとうございます。おさらいしますと、ランチ時はドリンクバーサービスで、その夜の営業の時は、アルコールもしくはソフトドリンク1杯サービス、はい、ということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。急に電話してね、あの持ってっていいかって言ってくれたら OK ですって言ってくれたんで、ちょっと行ってこようと思います。よいしょ、はい、どっかに行こう。突撃隣は、もうこれデフォルトなんで、このスタイルがアポなし取材ですね。そう、一応アップあんねんけど、はい、このバイクやし大丈夫かなって。これお願いします。はい、お願いします。なんか PR 的なことがあれば。 PR 的なこと、はい、このここについて話すのがすごい苦手な僕に。めちゃ無理。ここどういうところでしたっけ。どういうところで、コワーキングスペースといって、はい、まあ個人で作業したりとかオンラインの打ち合わせをするような場所ですね、うん、皆さんで場所を共有してもらって、うん、1日500円使っていただけるような場所になってます、うん、はい。あのね、もしよかったらですけど、はい、この動画を見てくれた方にちょっとこれサービスします。サービス、それはもうでも利用料。え、利用料いいですか。たった500円のやつをどうするかたった120円、あ、100円を80円みたいな顔。いや、最初ね、20円を16円でね。何それ。あ、いいですね、あげましょうよ。4円引きね。サンダル日和見ましたと。そうですね、見たって言っていただいたら、はい、え、最初初回無料で。初回無料。おー、でかい。え、それ朝から晩までやってもそうです。初回であれば、初回であれば面白いです。すごいすごい、はい。本当にいいのかな。それはもうサンダル日和見ました、来てほしい。ちょっと面白いな。初回って後で聞いて一人も聞きません。ありえる。なんかお会いできたらと思ってます、はい、僕もいますし、大谷君も映してください。はい、彼もスタッフイケメン。こんな感じでいいか。食べたことある。え、あ、食べたことはないですね。美味しいっす。へー、すごい外観よな、これいつ来ても。もっとなんか診療所みたいな。そうっすね、うん、あのオーナーの安田さんです。安田と言います。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はこれを、はい、置いといていただけると、はい、すごく。ありがとうございます。わかりました。嬉しいです。はい、はい、こちらの廃墟カフェルーイングさんはどんなお店ですか。まあまあ、もともとがね、廃墟あったところを、はい、まあ、ちょっとリノベーションしてこういう感じに仕上げてる。で、まあね、みんながこう人が集まるような場所に、ね、うんうん、なればいいかなっていう、まあまあそういう思いで作ってる店ですね、はい。
僕一度だけ来させていただいたことあるんですけど、本当コーヒー美味しかったです。ありがとうございます。そう言っていただくのが嬉しいです。まかないで作ってる、はい、作るような試作で作るようなちょっとしたこうデザートとか、はいはい、そういうなのでよければ、うん、見ましたって声かけてもらったら、うん、まああの日替わりであったり、はい、そんなに大量に作らないんで、はいはいうん、声かけてもらったらその時にやるちょっとこう、まあ、簡単なデザートみたいなのは可能ですか。本当ですか、うん、いいよね。めっちゃいいです。まかないデザートいただけると、うん、はい、シソだそうです。で添えてるのがライム。これなんかピュッてやったら、いや、もう絞ってる。あ、もう大丈夫ですね、うん、じゃあちょっと、はい、これはすごそう。いただきます。いただきます。シソの香りしますね。うん、シソの香りね、うん、ライムと、うわ、めっちゃいいぞ。シソ感すごい。シソやのにこうちょっとあのかき氷みたいな食感で、そうそうそう、かき氷というか、うん、シャーベット、シャーベット、あ、シャーベットというか、うん、でライムの酸味が後で買ってきて、これはえ美味しいよ、うん、不思議な感じですね。うん、いやこの感じでシソがあんまないじゃないですか。うん、うん、だからすごい美味しい。あ、美味しいですね。はい、はい、ということで、今日はサンダビオリ動画部のフライヤーをね、あのいろんなお店さんとか施設とかいろんなところにこう訪問して配るという旅を行いました。朝から初めてもほら見てこの夕日神々しい感じになってるかもしれないですけど、僕のフェイスブックでこう呼びかけさせてもらって、であの反応いただいたお店にこう来てるんですけど、あのまだまだね回りきれてないんですよ。実はまだ3分の1だか行ってないかぐらいで、まだちょっと行けてない店がいっぱいあるので、今回第1弾で第2弾第3弾とあの続くと思いますので、はい、このシリーズまた引き続きお付き合いいただければと思っております。はい、ということで、この動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。